韓国史第121話孔明の巻両両今や曹操の勢いは極日のごときものがあった北は北敵と呼ぶ猛虎に境し東は異敵と称する熱火の三島方面に臨するまで旧延征地下の全土を完全に把握してしまった。 彼らしい親身ある姿勢と異例とは沈殿久しかった球体を一掃して文化産業の社会面までその僧帽は全く改まってきたしかも曹操はまだこれでいいとしなかった彼の胸中は大地の広大のごとく果てが知れなかった今縁気縁将の兄弟は の右眼に居るという、この際放棄しておいては後日の災いになろう。両政両党の地を合わせ定めておかなければ紀北紀頭の地も永久に収まるまい。彼の宗徒のもとに再び大軍備が命ぜられたがもとよりこれには宗公以下だいぶ異論も多かった。ここはすでに遠征の地である。 遠遠からまた遠征へそうした果てなき制覇に邁進している間に遠い都に変が起こったらどうするかまた慶州の劉妃を玄徳などが留守をうかがって今をついたらどうするか実に当然な憂いであったが一人閣下は曹操の大使を指示して冒険には違いないが 千里の遠征も政派の大事もそう二度三度は繰り返されませんすでに都を去ってここまで来たものを千里行くも二千里行くも大差はないことに遠征の意思を流浪させておけば連年どこかで判断を起こすに違いありません議事は決した両政両党は遺敵の地とされている かつて体験のない外であったために軍の装備や領食の刑には万全が尽くされた戦車兵糧者だけでも数千両という大飛鳥隊が編成されたその他準戦闘隊数十万万牙あり価値あり腰ありまた土球隊あり研球隊あり鉄装隊あり 工具ばかりになってゆく老兵隊などまで実に物々しいばかりな大行軍であった路流祭まで進んだすでに異興へ近づくと山線の景色も一変し毎日強風が吹き荒れていわゆる黄砂バクバクの天地がありのようなこの大行軍の延々を包んだ。 そして、駅周まで来ると曹操にとって不慮の心配事ができたそれは彼を助けて常に励ましてきた角花が風土ド病にかかって腰にも乗っているに耐えなくなったことである角花は大熱をこらえながらなお曹操に検索していたどうも皇帝がはかどらないようです 各手は千里の遠征に功は遂げても年月を費やしましょうまた敵の備えも固まりましょうしかしあなたは景気の正謀のみを引き道の速度を3倍して敵の不意をつきなさいその世の軍勢は負傷がお預かりして病を養いながらお待ちしております 曹操は彼の弦を入れて初めの大軍を改編し雷帝隊と称する牙と車ばかりの大部隊を引いてシャニムに寮生の境へ侵入した道の案内には元炎尚の部下だった伝柱という者が立った霊があり故障あり弾劾ありあらゆる難路が横たわっているので

敵を俯瞰した。そしてには「おびただしい遺族の整備ではあるけれど悲しいかな遺族はやはり遺族あの配備はまるで兵法を知らない者の,の辞儀だ一斉に蹴破ってよろしい」すなわち長領を先方に右樹巨著助行などを3面から3手に分け 城外の敵を一塁一塁踏み破りついに一勝、を木突を打ち取って七日のうちに龍城を占領してしまった遠騎と遠将はここに潜んで特戦していたがまたも夜ところを失ったのでわずか数千の兵を連れて両党の方へ逃げ足早く落ちていた その他の他は全部降参して出た。曹操は電中の功を称して竜帝公に報じたが電中はどうしても受けない「それがしは以前炎症に仕えてなお生きている身なのに九首の意志を追う先人の道案内に立って釈六を頂戴するなど義において忍びません」というのである。 苦中もっともなことだ曹操は思いやって代わりに議論の職を命じまた竜城の守りを言いつけた立礼正しい彼の軍隊と文化的な装備やまた姿勢は著しく遍土の民を特化した金軍の遺族は続々と貢ぎ物をもたらして 詩に群れをなし皆曹操に教順を示した中には俊芽1万匹を献納した豪族もある曹操の軍力はかくて大いに布教されたけれど彼は日々駅州に残してきた愛心閣下の病態を思うことを忘れなかったどうも赤ばかしくなく 分まででは難しいそうです。駅周の頼りでそれを知った彼の秘書は憂いはげに告げた曹操は急に「ここは電柱に任せて帰ろう」と言い出したすでに冬にかかっていた釈代表の航路は困難を極めた時には200よりの間一滴の水もなくて 三十畳を掘って求めなければならなかったし青いものは一層もないので馬を倒して食い病人は続出するありさまだったようやく駅周に帰りついて曹操はまず何を第一になしたかというと先に異教への遠征を還元した大将たちによく前言を言ってくれた。 と、恩賞を分け与えたのである。そしてなお言うには「幸いに勝つことを得身も無事に帰ってきたがこれは全く奇跡か天遊というほかはない」「取るところは少なく危険は実に甚ははだしかった」「このあと世に短所があれば下に絹を着せずよろずいさめてもらいたい」 次に彼は閣下の病床を見舞った閣下は彼の無事な姿を見ると安心したかその日に息を引き取った世の剥業はまだ中道にあるのにせっかくここまで管区を共にしてきた若い閣下に先立たれてしまった彼は所相の中でも一番年下なのに。 と彼は骨肉の一人を失ったように涙を流して悲しんだ両両、あいあ、はい人相の角笛や鐘は三日にわたって冬空の雲を中かしめていた祭が終わると各家の病床に始終使えていた一木がそっと一風の書面を早々に呈した これは亡くなられたご主人のご遺言でした。式を知るとご主人は自ら筆を取ってしたため自分が死んだら後で御主君に渡してくれよ。ここに書いたようになされば両党の地は自然に平定するであろうとおっしゃいました。曹操は衣装を額に拝した。 数日の後には早くも書生の間に「両党をどうするか」がふんふんと死に論争されていた延期、縁将の二名はその後両党へ走って大使高村公の勢力を頼みまたまた災いの兆しが見えたからである「捨てておいても大事ない」やがて近いうちに高村公から「 尹兄弟の首を送ってくるだろう曹操は今度に限ってひどく落ち着き込んでいた逃亡から逃亡へ今は身の置き所もなく両党へ頼ってきた縁起、尹雄の兄弟に対して大主公孫公は「助けたがいいかいっそ殺すべきだろうか」。 今なお迷っていたというのは一族の者から助ける必要はないと異論が出たからである彼らの父遠尚が財政中には常にこの両党を攻略戦と図っていたものであるしかし実現に至らぬうち自分が破れ去ったのだ恨みこそあれ恩子はないそしてなお こう極限するものものあっハトはカササギの巣を借りていつの間にかカササギを追って巣を自分のものにしてしまう。父の意思を思い出して遠兄弟も後にはハトに化けないこともない。むしろこの際彼らの首を曹操へ送ってやれば曹操は両党を攻める口実を失い。 両党もこのまま安泰なるばかりでなく本然後藤家を重んじないわけにゆかなくなる高村公は「その義最もなり」と決心して一方人をはして曹操の動静をうかがわせ曹軍の攻め入る様子もないと見極めるとある日城下にある縁兄弟へ使いをやった。 主演に迎えた縁起と縁将は「さてはそろそろ出軍の相談かな。なんといっても曹操の脅威を受けている折だから我々の協力もなくてはかなうまい。」などと断じ合いながら途上してきたところが一角の部屋に通されてみるとこの寒いのに暖炉の備えもなく 塔の上にも敷いてなかった。2人は表を膨らせて「我々の席はどこですか?」と尊大ぶった。公孫公は大いに笑って「今から何時ら2つの首は万里の遠くへ旅立つのになんであた,たかきせきがいろうや」。というやいなや。 帳の影を振り返って、それと合図した。十四名の力者は一斉に踊り出して、二人へ組みつき、左右から日原に探検を加え、縁起、縁章ともども、無造作に首にしてしまった。駅周に陣取ったまま、総軍は依然動かずにあったが、加降順、長寮などは、その間しばしば早々へ勇めた。 もし両党へ攻め進むお心がないならば早く都へ子外線あってはいかがですなすこともなくこんなところに退陣しているのは無意味でしょうすると曹操は「決して無意に過ごしているわけではない今に両党から延期延長の首を送ってくるであろうからそれを待っているのだ」と答えた。 少掌は彼の真嗣を怪しみ、また嘲笑を禁じ得なかった。ところが半月ほどすると、大衆高村公の使者はここに到着し、書を添えて箱に入れた塩漬けの首にかを正式に検じた。先にあざけり笑っていた書人は驚いた。曹操は限りなく笑い狂じた。 かくかのはかりごとにたがわず個人の遺書のとおりになった。かれも地下で満足したろう。と種明かしをして聞かせた。それによるとかくかは遺書のうちに「両党は兵をモチーズしてせむべし動かざればすなわち座して縁西の主球おのずからいたらん。 極力信仰を戒めていた。つまり彼は両党の君臣が遠家の圧力に対して他年伝統的に反感や祝宴こそ持っているが何の恩子も好意も寄せていないことを特に洞察していたからであるこういう先見の命もありながらここ駅州の軍旅のうちに病死した閣下は 年まだ38歳であった。さて曹操は両党の使者を厚くねぎらい公孫公へ報ゆるに上兵公左将軍の員をもってしたそして閣下の威発を手厚く都へ送りやがて自身も全軍を領して紀州まで帰った。